どうもシャロブラザーズの沢地です。はい、というわけでですね、今回も講座シリーズということで、今回は第4弾、フランスのねインド進出についてやっていこうと思います。前回ね、オランダの東インド会社の例を見ながら、東インド会社、もっと言うとね、株式会社ってどういう仕組みで動いていたのかっていうことについてね、説明をしていきました。今回はね、実際に、その東インド会社の仕組みを後から導入したフランスのインド進出についてやっていこうと思います。それでは早速行きましょう。シャッ！というわけでですね、フランスやっていこうと思うんですけども、まずフランスとインドってね書いてるのを見てはって思った方結構いらっしゃるんじゃないかと思います。実はね、フランスも昔インド進出やってたんですね。イギリスと比べるとちょっと目立たないんですけれども、実は2拠点ね大きなところがありました。そこもね説明していこうと思います。じゃあロゴだ。じゃあまず最初ここです。1604年、東インド会社を設立とね、いうことで、前回のね、動画見てくれた方は、もうね、覚えてくれましたかね。1600年にイギリスが設立、1602年にオランダが設立、そして1604年にね、一番遅れてフランスが東インド会社を設立しますと。ね、当時の国王の名前、アンリ4世と言います。ね、この名前もね、ぜひ余裕がある方は覚えておきましょう。はい。で、どうして設立をしたかね、その順番から言っても分かると思うんですけど、明らかにオランダとイギリスの東インド会社に対抗して、そして、設立をしたんですね。やっぱりね、オランダ、イギリスが東インド会社作って貿易をアジア各国やってます。そうするとすごい儲かってます。フランスとしては羨ましいんですね。なので、そのね、流れに乗り遅れまいとして1600年に東インド会社を作ったということ。じゃあロゴだ。でもね、後発の会社なんですね、一番遅れて出てきてるということは、ものすごく進出が難しい。どうしてかっていうと、先行してる人たちがもう縄張りを作っちゃってるからなんですね。前回ね、動画でも言いましたけれども、オランダはもうインドネシアにかなり大きな拠点を持ってますと。そして、イギリスもね、インド支配、着々と進めていきますと。そんな中でフランスが入っていける余地はなかなかなかったんですね。なのでこの1604年から最初の、数年間っていうのは、どこを攻めようか、どこを支配しようか、どこで貿易をやろうか、ものすごく悩むんですね。で、結局フランスが最初にここじゃないかと思って行った場所っていうのが、アフリカの東にある島、マダガスカルというところですね。そこに行ったんですけど、マダガスカル残念でした。何が残念だったかというと、貿易するためには当然魅力的な商品が必要です。インドネシアであれば香辛料がありました。インドであれば綿織物があり、茶がありました。マダガスカルなかったんです。何もなかったね。不毛の大地って言われてたんですね。だからフランスは頑張ってお金をつぎ込んでマダガスカルの植民地経営をしようとしたけれど、商品がない。だから60年間なんと開店休業状態だったんですね。会社はありながら、マダガスカルで細々と植民地を経営すると。で、他の地域はイギリスとオランダの縄張りが強すぎて全然入っていけない、そんな状態だったんです。じゃあロゴだ。そこに出てくるのがおなじみですね。フランスといえばこの人です。ルイ14世という国王ね。これ皆さんね、見覚えのある方いらっしゃるんじゃないですかね。世界史の時間でも、秦は国家なり、つまり私は国家だってね、言ったような、典型的な絶対王政君主と言われていますね。つまり、フランスのね、王室の中でも第一位、超強いね、いう形で国民を絶対的にこう統治するね、いう形の国王ルイ14世ね。この人がこのね、財務総監、今でいう財務大臣ですね、コルベールという人を任命して、この人に一言命令します。東インド会社を立て直せね、こんな言い方をするんですね。で、1664年コルベールがやります。
増資と改革ね、これをやります。まずね、改革をするためには絶対お金が必要ですね。当時マダガスカルで細々とやってたので、どんどんもらったお金を食いつぶしていきました。なのでお金が足りない。だから国王からもお金を出してもらったし、他大臣、それから有力な商人からね、いっぱいお金をかき集めましたね。そういうことをまず一つやる。そして改革です。何をやったかというとね、前回説明しましたけれども、東インド会社で最も成功したモデルと言われているのはオランダなんですね。オランダのように、お金を一回集める、そして利益は後で配分するけど元本はずっと会社の中に留め置くね、こういうシステムを使うことによって航海の頻度を高めて、どんどん貿易で利益をより多く上げることができる、そういうモデルをオランダは使ったんですね。でフランスも見習ってこういう形にしたんですね。でなんでそれをする必要があったかというと、一言、これ重商主義というんですけれども、このルイ14世の時代っていうのはものすごくいろんな国と戦争をしてたんですね。世界史好きな方はね、1648年、ウェストファリア条約っていうね、いう条約の名前、覚えてるかと思うんですけれども、それは30年戦争というね、ヨーロッパを巻き込んで30年、戦い続けた、そんな戦争の、講和条約でしたよね。という感じでですね、この1600年代ってヨーロッパごっちゃごちゃに戦争してるんです。ということは、戦争するってことは、つまりお金がいる。で、そのお金をどこから持ってくるかって言ったら、当時イギリス、オランダがやってたように、海外貿易からお金をもらっていこうと。ね、いうことを考えたわけ。だから、ルイ14世、重商主義ということで、商いを重んじる。ね、そんなコルベールという人を採用して、で、重商主義の基本は、商いをすること。なので、その基本である東インド会社、これを立て直してやろうとしたわけです。じゃあ、ロゴだ。というわけでね、めでたく、立て直しを図った、東インド会社なんですけれども、じゃあ、インドには、どこに進出をしたのかというとこなんですけど、これはね、キーワードです。イギリスとガチガチにやり合う。ね、これがキーワードです。はい。2つ拠点があります。ポンディシェリーという町と、シャンデルナゴルという町があります。ね、シャンデルナゴルってフランス語の読みなのでね、ちょっと、インドには聞き馴染みのない言葉なんですけど、現地の言葉だとチャンダルナガールとかね、そんな風に呼ばれてるみたいです。はい。でね、ここに書きました。VS マドラスと VS カルカッタ。このマドラスとカルカッタというのは、イギリスの拠点です。はい、見てみましょう。ここ地図ですね。これインドがあって、南インドにポンディシェリーという、拠点をフランスが置きました。実はそのすぐ北にマドラスというイギリスの拠点がありますね。それから、東インドね、今のベンガル地方と呼ばれているところですけれども、そこに、フランスはこのシャンデルナゴルという町を、拠点にしましたとね。でもそのすぐ南にはカルカッタというですね、イギリスの拠点があるんです。つまりどういうことかというと、カルカッタとマドラス、これはイギリスが二大拠点としてすでに大きな利益を上げていた地域ね、これを勉強したわけですね。つまり南インドとベンガル地方、この二つに拠点を置けばめちゃめちゃ儲かるぞと。だからフランスは単純なんですけど、じゃあ同じような場所に拠点作っちゃえばいいじゃんっていうことで、ポンディシェリと、それからシャンデルナゴルというの2つを作ったわけですね。当然後で争いが起きるわけです。こんな近い場所にね、2つ同じような仕事をしている、ところがあると、当然争いが起きるわけですけども、それは今後の講義でね、お話ししていきたいと思います。じゃあロゴだ。で、最後ね、ちなみにということなんですけども、ルイ14世ね、朕は国家なり、私は国家だっていうね、そういう名言と、もう一つ有名なことがありますね。1682年、ベルサイユ宮殿を完成させたということでね、今もフランス旅行してベルサイユ宮殿、行ったことある人結構多いと思います。僕は行ったことないんですけどね。で、ベルサイユ宮殿といえば当然、ものすごく広い敷地にすっごい豪華な建物と、めちゃくちゃ綺麗な噴水、鏡の間、いろんなものがありますと。とにかくお金がかかってるんですね。で、当時のフランス、さっきも言いましたけども、いろんなところと戦争してお金がないんです。でもベルサイユ宮殿作っちゃうんです。じゃあそのお金どっから出てきたんですか？ここですよ。
ポンディシェリとシャンデルナゴル、ここがかなり貿易でね、大きな利益を上げることができた。それをフランス本国にお金として送金する。実はその財源の一部がベルサイユ宮殿にも使われているということなんです。だからね、今度ね、皆さんがフランス旅行行って、ベルサイユ宮殿ね、行くときはちょっとだけね、インド、スパイスの香りをね、感じていただけるんじゃないかと思うんですよね。はい、それだけ当時フランスにとってインド経営っていうのはものすごく重要だった。これをね、しっかりと覚えておきましょう。そのおかげでベルサイユ宮殿も建ったということです。じゃあロゴだ。はい、というわけでね、今回の講座では、フランスとインドということで、フランスの東インド会社がどういう風にしてね、インドに進出をしていったのかということについて説明をしていきました。で、今後の動画なんですけれども、いよいよね、このフランスの相手になっていくイギリスに次回から迫っていきます。こうやってね、ガチガチに争いをして最後はイギリスが勝っていく、その過程をいつも通りね、熱く解説をしていきたいと思いますので、この動画にね、思った方はぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャロ、バイバイ。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。